こんにちは、アキゲームズです。ストーリーモードを完全クリアしましたので、完全クリアでもらえるものと完全クリアに必要なコースの紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。今は私にとっての最後のコース、山村のお願いその3、痩せたくて夏をクリアし、クリア報酬の山村のシャツをもらっているところです。これで全てのコースをクリアしましたので、マリオで全てのお願いを叶えたと出てきて、完全クリア報酬のロボットキャップとロボットスーツをもらうことができています。完全クリアの後に受付キノピオに話しかけると褒めてくれます。また全てのコースにチャレンジすることもできます。この後完全クリアに必要なコースを紹介していきます。完全クリアをするためには通常の90コースに加え、消しゴムくんやアンドゥー犬、山村やキノピオ、ピーチ姫といった他のキャラたちからのお願いも全て叶えてあげる必要があります。お願い自体見つけにくいのがピーチ姫の3つ目のお願いと山村の3つのお願いだと思います。どうしても見つからないという方はコメントでお聞きください。はい、ということで皆さんの完全クリアの参考になると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。では。